マイク・ロジャースはアメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身の陸上競技選手。専門は短距離走で100メートルの自己ベストはアメリカ歴代6位台の9秒85。2019年同派世界選手権の男子400メートルリレーの金メダリストであるマイク・ロジャースとも呼ばれる。2月24日の全米室内選手権男子60メートルを6秒54で制し、 初の全国タイトルを獲得した。3月7日のバレンシア世界室内選手権、男子60メートルで世界大会初出場を果たすと、準決勝を6秒54の自己ベストの自己ベストで突破。しかし、決勝では6秒57とタイムを落として4位に終わり、3位とは0秒03差でメダルを逃した。6月7日に友ンで行われた、 プレフォンテーンクラシック男子100メートルで9秒94をマークし、初めて10秒の壁を突破すると、同月26日の全米選手権、男子100メートル決勝を9秒91で制して、初優勝を成し遂げた。8月のベルリン世界選手権には、男子100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルは準決勝まで進出する目見5着に、終わり。 決勝に進出できる組4着とは0秒03差で決勝進出を逃した。400メートルリレーでは2層を務めたが、3層と4層の間でオーバーゾーンがあり予選失格となった。2010年ドーハ世界室内選手権3月のドーハ世界室内選手権男子60メートルに出場すると、前回大会に続いて決勝に進出。 決勝では6秒53をマークして2位に入り、自身初となる世界大会のメダルを獲得した。6月24日の全米選手権、男子100メートルで3位に入り、8月に行われるペグ世界選手権アメリカ代表の資格を得た。7月19日のドーピング検査で陽性反応を示す。本人は禁止薬物の意図的な摂取を否定していたが、最終的には、 暫定的な資格停止処分を受け入れ、8月の世界選手権は欠場となった。翌年にロジャースは2011年7月19日から2012年4月19日まで9ヶ月間の資格停止処分を受け入れた。6月24日の全米選手権、男子100メートル決勝で9秒94をマークするも、3位のライアンベリーとは0秒01差の4位に終わり、 ロンドンオリンピックの100メートル代表の座を逃した。4位に入ったため400メートルリレー代表に選出されたが、左足疲労骨折のため開幕式の3日前に代表から外れた。8月のモスクワ世界選手権には男子100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルでは予選で9秒98、準決勝で9秒93と連続で9秒台をマーク。 自身初となる世界選手権決勝に進出するも、決勝ではタイムを落として10秒04の6位に終わった。400メートルリレーは予選と決勝で2層を務めると、決勝ではジャマイカにこそ敗れたものの、37秒66をマークしての銀メダル獲得に貢献した。5月に、ナッソーで開催された世界リレーの男子400メートルに出場。 予選と決勝で一層を務め、決勝では37秒38の大会記録をマーク。ウサイン・ボールト擁するジャマイカを破り、2007年の世界選手権以来8年ぶりとなる世界大会同士僕の金メダル獲得に貢献した。8月の北京世界選手権には男子100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルは準決勝を自己ベストに迫る9秒86。 の全体2位で突破したが、決勝では9秒94とタイムを落とし、3位と0、秒02差の5位でメダルを逃した。400メートルリレーはアンカーを務めると、決勝ではジャマイカに次ぐ2位で当初は、ゴールしたが、ゲートのバトンパスの際にオーバーゾーンがあったとして、失格となった。2月に今年から新設された、世界室内ツアー男子60メートルに参戦すると、1戦目の カール・スルーエ大会と2戦目のボストン大会で優勝するなど4戦すべてに出場して合計32ポイントを獲得。60メートルの初代ツアーチャンピオンに輝き、ツアーチャンピオンに与えられる3月のポートランド世界室内選手権の出場権も獲得した。3月のポートランド世界室内選手権男子60メートルに世界室内ツアーチャンピオンとして出場すると、 予選を6秒57の組1着、準決勝を6秒51の組2着で突破。5年ぶりに決勝の舞台に勝ったが、6秒54とタイムを落とし6位に終わった。7月の全米選手権に出場すると、男子100メートルは決勝で10秒00の4位に終わり、3位のマービン・ブレイシーとは0秒02差で100メートル、代表の座を逃した。 200メートルは20秒94で準決勝、敗退となり、個人種目でのアメリカ代表の座は逃したが、400メートルリレーのアメリカ代表に選出された。8月のリオデジャネイロオリンピック男子400メートルリレーでオリンピック初出場を果たすと、予選と決勝で一走を務め、ロジャース、ジャスティン・ガトリン、タイソン・エイ、トレイボン・ブロメルのオーダーで臨んだ決勝は37秒62。 をマークしての3位に貢献。初出場のオリンピックでメダルを獲得したかに思われたが、ロジャースとガトリンのバトンの受け渡しの際に、テイクオーバーゾーンの手前で、ガトリンがバトンに触れたとして失格となった。失格の事実を知ったのは、ガトリン、ゲイと共にアメリカ国旗を身にまとい場内を一周している時だった。4月の世界リレー男子400メートルで2層を務め、 38秒43で優勝に貢献した。6月の全米選手権、男子100メートルでは10秒17の6位に終わり、この種目でのロンドン世界選手権アメリカ代表の座は、逃したが、男子400メートルリレーで代表入りを果たした。8月のロンドン世界選手権、男子400メートルリレーでは、予選と決勝で一層を務め、ロジャース、ジャスティン・ガトリン、ジェイレン・ベーコン、 クリスチャン・コールマンのオーダーで臨んだ決勝は37秒52をマークしての2位に貢献。優勝したイギリスに0秒05及ばなかったものの、この種目では2大会ぶりのメダルを獲得した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。ダイヤモンドリーグと世界室内ツアーの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場した。 ポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグと世界室内ツアーの大会を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。